小田急2万系電車、小田急2万系電車、小田急2万型電車は、1991年から2012年まで、小田急電鉄、小田急が運用していた、特急用車両、ロマンスカーである。小田急小田原線と東海旅客鉄道、JR 東海五天場線との相互直通運転に、使用される車両として1991年に、登場した。 JR 東海との協定により、371軽電車と基本仕様を統一したため、それまでの特急ロマンスカーとは異なり連接構造や全面展望席が採用されず、2階建て車用、ダブルデッカーや特別席、スーパーシート、グリーン席を設置していることが特徴である。リゾートスーパーエクスプレス、略してスという愛称が設定され、百九十二年には、 鉄道ともの会より、ブルーリボン賞を授与されたが、2012年3月のダイヤ改正をもって営業運転を終了。一編成が富士急行二乗とされ、2014年から同社発線、系として運用を開始した。小田急では、編成表記の際には、新宿より先頭車両の車両番号、新宿型の車号、両数という表記を使用しているため、 本校もそれに習い、特定の編成を表記する際には、2万27のように、記する。また、特定の車両については、車両番号から、デハ2万300番台などのように表記し、区別の必要がない場合は、スーパーシート、グリーン席はまとめて、特別席、初代3000型は、SE 車、3100型は、安世車、7000型は、留守車、1万型は、ヒス車、 本形式2万型は、津車、六万型は、むず車。日本国有鉄道は、国鉄、東海旅客鉄道、JR 東海は、j r 三百七十一系電車は、三百七十一系。箱根登山鉄道を箱根湯本駅へ乗り入れる、特急列車には、箱根特急と表記する。小田急では、1 9 5五年から、御殿場線へ直通する列車置きは5 0系。 機動車により運行を開始し、五典馬線が連化された1968年7月以降は8両連接から5両連接に短縮した SE 車を使用して連絡急行、あぎりとして運行していた。SE 車は対応年数を10年として製造された車両であり、1968年の時点ですでに10年を超えていたことから、小田急車内では反対の声もあったが、 国鉄の組合闘争の激しかった時期で、安瀬社が乗り入れてくれば反対するという噂もあり、在来車の改造で対応したものである。その後、1980年代には、留守社で、車齢25年を超えた SE 社を置き換える案もあったが、これも当時の国鉄側の現場の反応などを考慮して、仕方なく SE 社を更新することで対応していた。一方、 五殿場線沿線では1964年頃から小田急の直通列車を沼津まで乗り入れるように要望が出ていたが当時の五殿場線は五殿場から裾野までの約 15km にわたって列車交換設備がなく国鉄財政の問題もあって実現しなかった国鉄分割民営化後1989年には五天場線の利用者が増加したことに対応して 藤岡と岩波に列車交換設備が新設された。これより前の1988年7月に車齢30年を超えた SE 車の更新について小田急から JR に対して申し入れがあったこともきっかけとなり小田急と JR の間で相互直通運転に関する協議が進められることになった。この協議の中で 特急に格上げした上で、運行区間も新宿沼津間に延長し、合わせて2社がそれぞれ新型車両を導入した上で、相互直通運転に変更することとなり、登場したのが、ス社である。2社の協議によって、相互直通運転車両の企画仕様に関する協定書に基づいた設計となり、編成の内容や定員、性能、保安機器などは、極力合わせ、 それ以外の部分については各社ごとの特色をかつ、素方針となった。このため、特急ロマンスカーとしては2300系以来の通常のボギー車となったほか、全面展望席も設置されないことになった。また、朝霧だけではなく、箱根特急にも使用することから、編成長は全長140メートル程度の7両固定編成とすることになった。本節では、 登場当時の使用を記述する。ス社は7両固定編成で、形式は、戦闘車が制御電動車の出波2万型で、中間車は、電動車の出波2万型と付随車の左波2万50、系である。編成については、間末の編成表を参照のこと。戦闘車は、車体長2万 650mm、全長は2万 900mm、中間車は、 サハ2150番台、サハ2250番台が車体長 19750mm、全長 2250mm、それ以外の中間車は、車体長 19500mm、全長2 0 0 0 0 mm で、車体幅は 2900mm の全金属製車体である。サハ2150番台、サハ2250番台は2階建て、ダブルデッカー構造。 それ以外の車両は高床式ハイデッカー構造ある。先頭部の形状はそれまでの特急ロマンスカーと同様に鋭利な流線型を踏襲しており、前面窓の傾斜角は非接車の37度に近い38度とした。前面ガラスはセンターピラーをなくした大型の三次局面ガラスとした。運転室は2階に上げることはせずに通常の床高さに設置されたが、 客室が高い床部にあるため、客室からの全面展望を楽しめるようになっている。側面客用扉は、各車両とも一箇所で、留守車や非正車と同様自動開閉式寄り戸が採用され、扉幅は 757mm 幅とした。1999年7月までは、特急に乗車する際には、乗車口を限定した上で、 ホームで特急券を確認する乗車改札を行っていたため、半自動扱いも可能な回路となっている。すべての客用扉上部には、列車名や行き先を表示する LED 式表示器が設置された。側面窓の配置は、非正車と同様連続窓風の外観としたが、窓柱部分に改良が加えられている。車両間の貫通路は 750mm 幅となっているが、 サハ2150番台、サハ2250番台の間は2階部分で貫通せており、この箇所のみ 600mm 幅とした。2階建て車両の1階階側には非常口を設置した。塗装デザインはスーペリアホワイトをベースとし、窓周りと裾部分にオーシャンブルー、タヒチアンブルーを配し、相互乗り入れの車両であることをわかりやすく案内できるようにした。 その一方で、小田急ロマンスカーであることを主張するため、大きいトレッド、ピンクの帯を創花、裾部分に配している。従来、特急ロマンスカーは、箱根特急の場合で1時間強の所要時間であったのに対して、新宿から沼津までは所要時間が2時間前後となるため、ゆったりとくつろげるスペースとするべく、新しいテーマのインテリアを採用した。 全車両に共通する内容として、室内照明は、ダブルデッカーの1階を除いてすべて間接照明を採用したほか、客室側窓のカーテンはすべて横引きプリーツカーテンとなり、床面はすべてカーペット式となった。また、客室端部には LED 式の情報案内表示器を設置した。すべての座席背面に収納式テーブルを設けたほか、普通車の壁面腰板部分に折りたたみ、 テーブルを設けた。また、編成を大きく3つのグループに分離し、各ブロックごとにコーディネートのテーマを設定した。沼津川の1.2号車及び3号車開花席については、テーマを西伊豆の海と設定し、グレー基調にブルーのモケットカーペットでコーディネートを行った。特にカーペットは波をあしらった模様とした。座席は、 回転式のフリーストップリクライニングシートを採用、非正社よりも 30mm 広いシートピッチ 1000mm で配置した。また、足掛けについても非正社までのパイプ式から、楕円形断面で幅のあるものに変更した。なお、3号車開花席については横3列配置となり、シートピッチも 1100mm とした。2号車の新宿側車端部には、 身体障害者対応の洋式トイレと化粧室を設けた。ダブルデッカーとなる3.4号車では、テーマを山、樹木と設定し、さらに2階席では、小田急のファーストクラスをサブテーマとした。2階席ではグレートローズのモケットを使用し、大型シートを3列にシートピッチ 1100mm で設置した。この大型シートは1人掛けで、幅 660mm。 二人掛けでは 1300mm の幅で、普通車の二人掛けシートの幅が 1020mm で、あるのと比較して広幅である。また、座席の肘掛けに6インチ液晶テレビを内蔵、座席ごとに読書灯やスチュアーデスのコールボタン、呼び出し灯を設置した。4号社会化席では、セミコンパートメントを3室設置し、富士山6をイメージするグリーン系の配色で、コーディネートした。 車内販売の基地となるサービスコーナーは3.4号車の平屋部分に設けた。カウンター内には特別席のコールボタン表示板が設置された。また列車内専用の車椅子をサービスコーナーに常備した。新宿側の5.67号車ではテーマを都会と設定、グレー基調に暖色系のモケットカーペットでコーディネートを行い、 ハイグレードなホテルの雰囲気を楽しめることを狙った。座席については1.2号車と同様である。6号車の沼津川車端部には、男女共用は式トイレと化粧室を設けた。施設車の基本システムの信頼性が高いことから、基本的には、施設車と同様のシステムを採用した。また、電動車1ユニットをカットした状態でも、御殿場線内の 9km に及ぶ連続25、 パーミル勾配を定員車で運転継続できる性能とした。主電動機については、非接車と同様、出力 140kW の直流直巻電動機を採用し、各電動台車に2台ずつ増加した。東洋電気製造の TDK-8420A 型、三菱電機のメガバイト -3262A 型を併用している。制御装置は、 東芝の発電、そもそも即制道不電動カム軸式抵抗制御、装置である、MM、MM-39B 型を採用し、1.25.75車に搭載した、SE 車、アンセ車、ルス車、非世車に引き続き東芝製の採用である。駆動装置は、非世車に引き続き TD 平行、カルダン駆動方式、中実地区ミ湾板継手方式で、波数比も 80? 19イコール4.21と非筆跡と同様である。制動装置、ブレーキについては、非筆跡と同様、電気指令式電磁直通制動の MBSD 型としたが、東海道本線上での時速 120km 運転に対応できるように増圧ブレーキ機構を付加した。また、25%パーミル下り勾配において、時速 85km での走行を可能とする。 そもそも速制度を機能させるため、指定後期は、非接車の自然冷却式に対して、強制通風式とした。台車は、電動台車が FS546、付随台車が f s a 4 6で、いずれの台車も小田急においては2200系以来、実績のある、住友金属工業製の、アルストムリンク式空気バネ台車であるが、空気バネには、 シャーパック付け低型スミライドが採用された。車輪径は 860mm で、基礎ブレーキ装置は、電動台車、付随台車とも、シングル式、片押し式となっているほか、常時加圧式の踏み面清掃装置が設置された。終電装置、パンタグラフは、下枠交差型の PT-4823AM を採用。 1.2号車の屋根上新宿側車端部と6.7号車の屋根城沼津側車端部に設置した。なお、5号車が電動車、出ハ2100番台であるにもかかわらず、付随車である6号車、左波250番台に、終電装置を搭載したのは、松田駅構内の連絡線のデッドセクション長や、高圧回路の関係である。冷房装置については、9000キロカロリー。 H の能力を有する三菱電気製 CU-45 型をハイデッカー車では4台、ダブルデッカー車では2台を床下に搭載したほか、ダブルデッカー車では18000キロカロリー、H の能力を有する三菱電気製 CU-702 型を平屋部分の屋根状に各1台搭載した。また、乗務員室用の冷房装置として3000キロカロリー、 エイジの能力を有する三菱電気製 CU-25 型を1.7号車の床下に搭載した。補助電源装置は、出力1 4 9馬の静止系インバータを1.56号車に、電動空気圧縮機については低騒音型の C-2000L を2.6号車に搭載した。運転台の主観制御機は、右手操作のワンハンドル式を採用し、 松田での乗務員交代の際に保安装置の切り替えをマスコンキー1本で可能とするオジェ切り替え装置を設置した。第1編成217は1990年12月24日に竣工。1991年1月26日には第2編成227も竣工した。同年3月16日の朝霧1号から運行を開始した。 基本運用は、朝霧1号、朝霧4号、朝霧5号、朝霧8号で、371系が検査の際には、朝霧全列車に、巣車が運用される。371系には、ホームライナーの運用もあるが、巣車は、ホームライナーには使用されなかった。検査時以外は、予備運用として、小田急時刻表では、原則として2階建て車両連結と表記される。 箱根特急に使用されることがある。1991年3月16日の時点では、足柄71号、平日のみ、箱根7号土休日のみ、箱根8号、箱根21号、箱根22号に運用されていた。1992年1月1日には、初詣号にも使用され、営業運行では初めて、江ノ島線に入線した。 同年10月25日には、団体列車、カントリーハートイン朝霧号として、東海道本線経由で、三延線の富士まで入線した。これは当時、小田急電鉄が、富士宮で営業を行っていたゴルフ場で実施した、イベントで来場者を輸送する目的で運行された。試運転以外で、沼津伊勢に入線したのはこの時だけである。1996年には2号車と6号車の、 側面に山指をデザインしたマークが貼られた。1999年には FM 文字多重装置の搭載やトイレの処理方式の変更、循環式から真空式に変更、AV 装置の改良が行われ、特別席の液晶テレビは撤去された。その後、予備運用は土休日のみとなり、平日には朝霧以外には使用されなくなった。 2006小田急時刻表において原則として2階建て車両連結と表記される運用は箱根1号、箱根2号、箱根15号、箱根16号、箱根29号、箱根30号、箱根43号、箱根44号となっている。2002年3月23日改正からは多摩線へ直通するホームウェイが増発されることになり、 朝霧八号の折り返しで、空き台機のホームウェイ七十一号に使用されるようになった。朝霧以外の列車にスシャが使用されたのは、予備運用や臨時列車以外では、これが初めてで、営業運転での多摩線運用もこれが初となる。平日のホームウェイ運用は二千八年三月十五日改正では、ホームウェイ一本がメトロホームウェイに置き換えられたことで、平日の 朝霧8号の折り返し運用はなくなった。2008小田急時刻表では、ホームウェイ75号が原則として2階建て車両連結と表記される列車となっている。土休日は引き続き、朝霧8号の折り返しで、ホームウェイ73号に使わされる。こちらは原則としての表記がない。同年7月25日には、臨時特急、湘南マリン号として16年ぶりに、 江ノ島線に入線した。2010年1月に、留守車とセ車に不具合が発生した際には、本来留守車、セ車の運用となる列車にも使用された。2011年12月16日、ス守車及び371系は2012年3月17日のダイヤ改正で、朝切り運用から離脱し、以後は全列車無図車で運転すると、JR 東海から、 公式発表され、小田急電鉄でも、同日、同ダイヤ改正で、ス社の運用離脱を実施すると発表した。運用離脱発表の後、小田急電鉄は公式サイト上に5000系通勤車非セ車ス社の運行終了記念特設サイトを開設、非セ車と共に運行ダイヤを公開した、外部リンク参照ほか、2012年2月1日から3月16日の、 運用最終日まで車体にラストランステッカーを掲出した。定期運用最終日となる2012年3月16日には、スシャでは最後の新宿駅発列車となる13時50分発、朝切5号の出発式が行われ、沼津17時30分発、朝切8号の新宿到着後には到着式が行われた。この列車をもって、スシャはべての営業運用を終了した。 また、2012年3月に引退記念イベントが行われ、2013年11月11日をもって、第二編成が廃車となり、ス社は全廃となった。全廃後、戦闘車両2両と中間車両1両が保存されていたが、2017年10月18日、福福線が2018年3月に完成することによるダイヤ改正で計画中の通勤時間帯に、 増発する列車の収容や、緊急時における車両の収容場所の確保のために、先頭車両1両の解体を、同年10月19日より、随時行うことが発表されている。運用離脱の発表から間もない2012年1月21日、富士急行が、ス社の取得に向けて、交渉に入ったと報じられた。富士急行では二千系、旧 JR 東日本六十5系、 パノラマエクスプレスアルプスを富山特急に運用していたが、同社の老朽化が著しく、部品の調達も困難になったことから、巣車を譲り受けた上で同社に代わる富士山特急用に転用することになったもので、2013年10月11日に、同年11月11日付で一編成が譲渡された。富士急行での運用にあたり、7両編成のうちの 先頭車2両、1号車、7号車と中間車1両、新宿側から2両目の6号車を使用して3両編成に変更した。車体には公式サイト上で行われたキャラクター投票で選ばれた44種類に一般公募14種類を加えた富士山キャラクターが描かれている。改造の内容は以下の通りである。なお解体された4両についても台車、 冷房装置、座席などの部品については、予備部品として保管されている。富士急行での形式は8000系となり、2014年、平成26年7月12日から運用を開始した。また、Q371 系も、上記の2000型を置き換え、富士山ビュー特急用8500系として2016年、平成28年4月23日より運行を、 開始した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。